皆さんこんにちは、田中玲子です。今日はですね、二重顎、これの退治法、これを取る方法をお教えします。二重顎って皆さん誰も嬉しくないですよね。痩せてて若い子でさえここがついてることを悩んでるんですよ。それ特にですね、太ったご年配の人なんていうと、ここがたっぷりあって見た目だけでも太って見えちゃうし、何かすっきり見えないので、二重顎だけは全員の悩みです。二重顎をずっとしておくですとですね、これが重さでたるみにもなるので、早めに退治です。いいですか。今回美容の展示会があったんですけど、見てください、わかりますかね、この人のここ、わかりますか。これが顎の骨なんですよ。ほら、この骨がここなんですよ。すごいと思いませんか。展示会でこうやってやってる最中に取れてきて、見てる人がうわーどうした、うわー取れてる、もうまるでメスで取ってるみたいな形で見てる人が本当に大騒ぎだったんですよ。ですから皆さん、こんな形で皆さんもぜひ二重顎の退治しましょう。でまずですね、二重顎っていうのはどうしてもここ脂肪になってるんですよ。この脂肪退治にはビテンのスリムジェルです。これは脂肪退治にするために開発した本当にクリームなんですよ。これは私もここまで効果上がるとは本当に思ってなかった。塗るだけでも結構変わります。これをワンプッシュ、ちょっと私の方で、私の顔でちょっと実験しますね。このワンプッシュ取ったら、二重顎、ここに顎のライン塗ります。特にこうやって顎のこの下、ここですよね、これ嫌ですよね、ここにつくの。ここにはグッと押し込むように、このスリムジェルを中に押し込む、ぎゅーですね。これをただうっすら塗るんじゃなくて、できたら脂肪を退治するぞ、脂肪、この脂肪を取るぞっていうような感じで、少し強めに押し込んでみてください。でいつも皆さんに言ってる、小顔にする、それから本当に美肌にする、むくみを取りたい、首美点ですよって皆さんに言って、本当に YouTube でやってるので、ぜひ首美点もこれやっといてくださいね。この方やるときももちろん首美点をやってからにしたんですよ。これやって、ね、耳の下から、ね、真横から胸鎖乳突筋までのここをほぐすんですよってやってる、これ、この首美点を必ずやってからするとなお効果的です。そして今ここにスリムジェルを塗っときましたね。このくらいで結構ほらもう浸透して少し変わってくるんですよ。これを塗っといて首びてやるだけでもいいかもしれないです。でも脂肪というのは少し揉み出しをする、ね、押し込んだところをギュ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 、ね、爪をくっつけないように、ね、こういう形で、わかりますか、脂肪と脂肪で指でギュー揉み出す、指ほらねじるのよ、ほらもうちょっと近く、はい、見えますか、こんな形よ、こういう形よ、ほら、ここ、ここ、ぎゅー、ね、ぎゅー。時間がなかったら塗るだけでもいいので、必ず朝晩、特に夜は絶対やってくださいね。夜の代謝、ここを促しておくと朝の顔が変わります。ですから皆さん、二重顎をしっかりとって、二重顎に脂肪をつけない、本当にすっきりしたフェイスライン、顎を保ってください。頑張ってくださいね。チャンネル登録してね。